女優の山本瑞月さんと麻生由美さんがドラマの撮影中に落下してきた照明機材に当たり怪我をしました Hulu の発表によりますと事故が起きたのは今日午前11時25分ごろで山本さんと麻生さんは救急搬送されました山本さんは頭部外傷頭皮座傷でおよそ1週間麻生さんは頸部座傷 頭部外傷でおよそ2週間の治療が必要だということです。